はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は渡辺九段対羽生九段の王将リーグのハイライトをやらせていただきたいと思います。先手が渡辺九段、後手が羽生九段で横歩取りの進行となっていきました。羽生九段得意の戦型ですね。ただ、渡辺九段は5八玉と変化球で対応していきました。普通は3四飛車と取る実戦例が圧倒的に多いんですが、渡辺九段5八玉と変化球で対応です。羽生九段は少し考えた後、7六飛車と、後手から先に歩を取る形になりました。そしてここから2二角成、同銀、3四飛車と相横歩取りになります。そして3三銀と羽生九段が壁形を解消しまして、ここで3六飛車と飛車をぶつける手も非常に有力だったんですが、渡辺九段は8四飛車とこちらに回りました。そして8二歩に、そして渡辺九段は3八金と金開きの形を作っていきます。羽生九段は5二玉と中住まいで対抗して、以下7七桂に7二金とこちらも金開きになりました。そして6八銀に8三歩とつきまして、8九飛車に、ここから2六飛車と羽生九段が回っていきました。で2七歩と歩を使うのはつまらないと見て、渡辺九段は2八銀と上がります。羽生九段もすぐ8二銀と上がりました。そして渡辺九段ここで2七歩と、ちょっと意外な手を指しました。2七歩では、打たずに頑張る手ももちろん有力でしたが、打ってしまった方が分かりやすいということでしょうか。そして以下2四飛車に3六歩とついていきました。で羽生九段は7四歩と7七の系統を狙って攻めていきました。このあたり、AI の評価値はほぼ互角を示しています。羽生九段としては後手番でほぼ互角ということで、比較的満足な別れだったでしょうか。そして渡辺九段は6六歩とつきまして、羽生九段は7五歩と初志貫徹で系統を狙っていきます。で6七銀に7四飛車とさらにこう戦力を集中させていきました。ほっとくと次7六歩と突かれてしまうので、渡辺九段は5六角と角を手放していきました。以下8四飛車と羽生九段がぶつけていきます。同飛車同歩の飛車交換の変化は危ないと見た渡辺九段は8五歩と歩を使って飛車を遮りますが、2四飛車とかわしておいて、渡辺九段だけ角を使ったこと、そして先手が1歩しかないこと、後手は角を手持ちにして2歩駒台になること、これらの関係で少し羽生九段の方に形勢の針が触れる展開となりました。渡辺九段としては5六の角をなんとか働かせたい展開ですね。そして渡辺九段一旦3七銀と壁芸を解消しまして、羽生九段も4四銀と上がります。そして4六銀と銀対抗の形を作って、ここから羽生九段は5四角と打っていきました。非常に味のいい手ですね。7六歩の系統攻めと3六角から2七角成、この2つの狙いが受けづらいという形になっています。そして渡辺九段はここから8四歩と突いていきました。そして同歩に同飛車とさばきます。ここで平凡な8三歩なら、ちょっとやってみますね。平凡な8三歩なら7四飛車とさばいて、これが金と歩の両取りなんで、7三銀に7五飛車と、5段目に飛車を活用して、これは先手が十分な形勢となっていました。渡辺九段としてもこれが狙いだったと思われますが、羽生九段は8三歩ではなく鋭く7六歩と突いていきました。これ厳しいですね。同銀は同角が王手になりますし、実戦は渡辺九段が7三歩と焦点の歩を打っていきました。ここで金をかわす手もなくはないんですが、羽生九段は強く同桂と応じます。そして8三歩と渡辺九段が打ちまして、7一銀とへこませてから6五桂と、桂馬を逃がしていきました。そして羽生九段は同桂と取りまして、同角7三金と上がっていきました。7三金非常に強い手ですね。普通に6五同角同歩に角がいた場所に5四桂と打ったりする手も非常に有力でしたが、羽生九段は7三金と一気にこうリードを拡大しにかかっていきます。そして渡辺九段は8六飛車と下がりまして、羽生九段は3六角と取っていきました。シンプルに次2七角成が厳しいということですね。でここから渡辺九段は8二歩成と攻め合いに行きました。2七角成は7一と金で攻め合い負けしそうということで、
ここで羽生九段は一回8五歩と連打の歩の手筋で受けていく形を取りました。が同飛車に8四歩7五飛車とここに、すり込んでいきます。まあ、7五飛車のところでは8九飛車と引いて受けに徹する指し方も有力だったようです。実戦は7五飛車に8二銀とと金を払いまして、ここから渡辺九段は8三歩と打っていったんですが、羽生九段が2七角成と受けずに攻め合ったのが好手で、ここではっきりと羽生九段優勢に傾いていきました。ちなみに8三歩のところでは5六桂と打つ手も非常に有力だったようで、この5六桂に対して放っておくと次4四桂と銀が取れてしまうということで、3三銀と引くぐらいしかないんですが、そこで3五銀と味よく活用しまして、2二飛車に2六歩と、銀の力で2筋をなんとか受けていくということですね。これであれば、例えば3四歩に、そのタイミングで8三歩と打てば、若干速度が変わってくるので、これは面白い勝負だったというところだったようです。厳密には後手がちょっと良さそうではありますが、3五銀から2六歩で一旦、2七角成のラインを、消しておくというのが急所だったようです。実戦は2七角成から一気に、激しくなっていきました。2七角成に対して3九金と引く手も非常に有力だったんですが、実戦は渡辺九段が同金と取っていきます。そして同飛成が非常に厳しい手となりました。ちなみに3九金と引いた方が一応粘れたことは粘れたようですが、7七歩成が軽妙手で、仮にこれ同飛車なら8五桂と、この左右から攻撃する形を作って、7六飛車7五歩同飛車7四歩で7五歩に7六飛車なら、ゆっくり8三銀と取って、2八歩とか、3八馬とかそういった手でゆっくりとこう2筋から攻略していけば後手が勝てそうと、そういう展開だったようです。ということで、ちょっとこう3九金も7七歩成から7四歩で受けられて負けそうということで、実戦は仕方なく同金と取って同飛成と進行したということですね。そして渡辺九段は8二歩成と銀を取って開き直ります。でここで2九竜と桂を取るような手は4九銀と受けられて結構難解だったんですが、桂に目をくれず3八竜が好手でした。あえて桂を取らず王手するのが素晴らしい手で、仮に6九玉なら7七桂と打って同金には6八金7九玉も8九金で詰まされます。また5九玉もあるんですが、これも8六桂が厳しく、例えば放っておくと4九金6九玉7八桂なり同銀6八金ですね。こういう筋がありました。8六桂の時に7六飛車7八桂なり同飛車という受けは有力なんですが、これも2九竜と桂を取りながら王手で竜をかわされてしまうので、ちょっと先手が会えない、そういう展開になっておりました。ということで、もう3八竜の局面で受けが非常に難しいということですね。渡辺九段は4八桂と受けるんですが、3六桂が通打で筋に入りました。羽生九段勝勢です。実戦は3六桂に対して守備を諦めて6八玉とかわすんですが、仮にここで3七銀と引いていたらどうなっていたのか、そちらも解説をさせていただきます。3七銀には4八桂成としまして、同銀に3六桂が通打です。3九銀打ちには4八桂成同銀3九銀と打ちまして、1五角には4八銀成同角3九銀と、しつこく攻めていきます。わらしべ長者みたいに桂から銀、そして銀から角と、どんどん駒得を拡大して、最後8六角が5九金の詰めろかつ7五の飛車取りで詰めろ飛車取りをかけて、後手が必勝形になるということですね。ということで、実戦はちょっとこの手ができないということで、仕方なく3六桂の段階で一番被害が少ないうちに6八玉と早逃げしたという形になります。4八桂成が6九金からの詰めろで、なおかつ上にも行けないということで、渡辺九段は7六角と歩を払ってなんとか7七に逃げようとしたんですが、羽生九段が8五桂と打ったのが鮮やかな決め手で、ここで渡辺九段が長考の末に投了となりました。平凡に7四歩でもいいところなんですが、8五桂が素晴らしい決め手で
やはり次の6九金同玉4九竜からの詰めろが受かっていないということですね。あと例えばこれ同角と取ると同歩と取る手が次の8六角の王手飛車取りを狙ってまして、7三飛車成と金を取っても今度は9五角とこちらから打って王手竜取りがかかってしまうんですね。ということで次の6九金からの詰めろも受けることが難しく、また4七成桂と引く手も味よく残っておりまして、まあ、あと7四歩ですね。いつでも7四歩で飛車の道を封じることができるということで、渡辺九段から見ると攻守ともに見込みのない形となりまして、8五桂で少し早く見えましたが潔い投了となりました。あとまあ7九玉で粘ることもできなくはなさそうなんですが、2九竜ですね、これが厳しく8八玉には7四歩と冷静に打たれてしまいまして、飛車の逃げ場所も難しいです。1号飛車には8六桂と、これはもう一手一手の寄せですね。後手陣は鉄壁、先手陣はほとんど受けなしと、という形になってしまいます。ということで、これで羽生九段は2連勝スタートから2連敗と悪い流れでしたが、見事に勝って3勝2敗、白星が1つ先行となりました。次は、羽生九段にとっては最終戦、11月14日に永瀬九段との対戦がございます。もし永瀬九段が1敗でもしていれば、4勝2敗、4勝2敗で並んで、羽生九段がプレーオフに進出という可能性もあります。今のところ、永瀬九段が3勝0敗、近藤七段、菅井八段が2勝1敗、羽生九段が3勝2敗、豊島九段が2勝2敗、勇気八段が1勝3敗、渡辺九段0勝4敗ということでございます。渡辺九段は残念ながら順位の差もありまして陥落が決定となってしまいました。ちょっと調子が上がってこない時期が続いておりますが、渡辺九段ポテンシャル的にはもう王将リーグもう挑戦してもおかしくないぐらいの人だったんで、また復活する日を楽しみに待ちたいなと思っております。リーグは実質永瀬九段に近藤七段、そして菅井八段がこの3人の戦いになりそうな、そんな状況でございます。永瀬近藤戦が11月3日に行われますので、そこで永瀬九段が勝てば挑戦が濃厚となります。もしそこで近藤七段が勝って、3勝1敗で並んだりすると羽生九段や菅井八段にもまた十分チャンスが出てくるというところですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。